様、こんにちは、こんばんは。世界のあけみこと城之内あけみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、私あけみはですね、まあ、あけみちゃんと呼んでいただいて構いません。あけみちゃんはですね、可愛らしい女の子たちにね、魔法をかけるようなお家にある身近なものでプリンセスになろうというレッスンをこれから YouTube でねやっていこうと思います。皆様ぜひお楽しみにしていてください。で、今回はですね、初めてなので難しいことはね、ちょっと今日はしないで、基本的なこと、初級編ですね、やっていこうと思います。で、今回は何のプリンセスに皆様に、ね、なっていただこうかなって考えたところ、あけみちゃんのあから始まるプリンセス、そう、アリエルに、皆様アリエル好きですよね、アリエルにね、皆様になっていただこうかなと思います。ちょっとね、お話が長くなってしまいましたけれども、早速始めていこうかしらと思います。よろしくお願いします。はい、アリエルといえば赤い髪ですよね。で、あけみちゃんは見ての通り紫の髪をしているので、じゃん、今回はこちら赤いリボンをですね、使ってアリエルの髪をね、再現していこうかなと思っております。で、赤いズボン持ってない方っていうのはね、あまりいらっしゃらないかなと。持ってない方はシマムーの赤いズボンだったり GU さんの赤いズボンでも構いませんので、ぜひそちらを購入していただいて、よろしくお願いいたします。で、今回はですね、こちらの赤いズボン、ズボンとして使うのではなくで、お帽子のような感覚で頭にかぶっていくわけなんですね。でも、この髪の上からですね、帽子としてかぶってもちょっとごわついたりするので、しっかりとウィッグネットをですね、ウィッグネットをした状態でこちらかぶっていただきたいなと思います。では早速かぶっていきますね。こういう感じですっぽりとかぶっていきます。アリエルといえばこの前髪がね、ティリーンと前に出てるわけなんですね。で、このままだとちょっとぺっちゃんこですので、そういう時にプシュッ、何でもいいですよ、何でもいいんです、何でもいいんですけれども、タオルを使っていきましょう。で、タオルをくるくるくるっと、まあ、全然適当でいいので、くるくるくると丸めていきましょうね。そしたらこちらを前髪代わりにしていきます。ウィッグネットの、あら、ブルーベリーみたいで可愛いですけれども、うん、こちらをウィッグネットの中にですね、入れていきます。何もね、難しいことはありませんので、誰でも誰でもできますよ。はいはいはい、はい、OK です。素敵ですね、もうアリエルになっちゃったわ。そしたらですね、かぶっていきますよ。先ほどと同様にかぶっていきます。私の帽子の場合、ボコボコっとしたようなところとか、あと紐もね、ついているので、そちらをね、中にクイッと入れていきますね。そしたらもっと自然なヘアスタイルになっていきます。あら、やだ、アリエルになっちゃったわっていう感じなんですけれども、こんな感じでほとんど完成でございます。そしてアリエルと言いましたら、このようなね、お花の髪飾りなんかも用意していただいたら、さらにアリエルっぽくなるかなと思います。どういう風につけましょうね。パチッ、はい、完成でございます。そしたらコンタクトにしましょうね。メガネの方はさっとメガネを取っていただいて、あとは赤リップを塗っていただいて、あら、やだ、素敵でしょう。はい、パンダムーン、はい、完成です。このような感じで本当にとっても簡単に簡単に簡単にできるわけなんです。もうね、30秒ぐらいでできちゃうと思います。簡単ですね。一瞬であけみちゃんもアリエルになってしまいました。ねえ、これ欲しい？20個もあるの。だけど足りない、なにかヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ、踊ったり散歩したり、どこ歩くんだっけ、道歩いて
回は皆様とアリエルになっていきました。初級編は簡単でしょう。皆様も素敵よ。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。そうそうそう、あけみちゃんはプリンセスになるためのレッスン DVD をですね発売しておりまして、今ならすごくお求めやすい価格で、なんとなんと1万8000円で発売しております。ぜひ皆様お買い求めになってください。ブックオフでは買わないでね。はーい、ということで次もお楽しみに。バイバーイ。